皆さんこんにちは、直しです。今日は、まあ、今のシーズンということで山菜採り初めて挑戦してみたいと思います。もう早速ね、もうプロが登ってるんですけど、この山を、登っていきます。じゃあこっちいいな、こっち。子供たちはこの下に、もう行っちゃったよ。パパ、はなちゃんの幼稚園仲間のお友達です。ということで今日は初めての山菜採り頑張っていきたいと思います。さあみんなね、一緒にレッツトライ。アニャ、鈴持ってね、鈴。アニャ、はい。アニャ、熊よけの鈴担当。鳴らしててね、鈴。ここ登るのやばいね。よっしゃ、第一弾。どこに？もうプロについていくだけで精一杯だな。あれ、さっき見たのってどれでしたっけ？あ、そっちっすか？ようやくたどり着きました。おお、あった。あの先端にあるのがタラの芽。タラの芽。これを、はい、よいしょっと。どうぞ。あ、おお、当たれた。初収穫、タラの芽ゲット。貴重な貴重なタラの芽。ほんと、山菜初心者やると分かんないね。もうこれ初心者、山菜かなって思っちゃうけど。よし、まあ貴重な1個収穫して。掘りますか、じゃあ。すさまじいよ、これ。よいしょ。これですね。はい、コシ油。ただの葉っぱみたいですけどね。よいしょ。コシ油ゲットしました。全然やっぱね、わかんない。やっぱり山菜採りは素人はね、あんまりやらない方がいいね。山のプロと一緒に行くのをおすすめします。山は危険がいっぱいなんでね、気をつけていきましょう。よいしょ。これですか。おお、この辺からも取っていいですか。このちっちゃいの、これはまだ、これ大丈夫です。これ大丈夫。あとちっちゃいのは残して残して、はい、よいしょ。よいしょ。はい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 、なんとなく分かってきたぞ。腰脂ゲットゲット、いい調子になってきた。今晩の食材がどんどんと溜まってきます。あ、多分分かった。あれも腰脂だけどない。あ、ここですか。あ、分かってきたな。ちょっと腰脂はなんか分かってきた。これもそうだ。でもこれまだ早い。あ、あれもそうだ。楽しくなってきた。なんか宝探しみたい。これはそう。よし、これこれこれ、このでかいの。そうだね。よし、このでかいの。そうっすよね。今見逃した。これ腰脂。あれ、見逃してた。これまだいけんすか。大丈夫。ああ、見逃してた。スルーしちゃった。ごめんごめん。コシ油とタラの芽って言ったら、タラの芽の方が貴重なんすか。コシ油の方が食べて、うん、個人的には。ああ、ほんとすか。じゃあラッキー、どんどん取っちゃおう。まあ、今のシーズンしか食べれないですもんね。今だけですね、本当に。いや、楽しくなってきたぞ。お、抜けてきた。クリアったの。すごいね。あーの上、あのちょこっとひょこっと曲がってるやつですね。はい、あれな、取れそうか。ちょっと行ってくるか。取ってる。ラブシェ。よし、危ない。ゲット。え？取りました。登ったらいいけど降りるのが一番大事。そこ持って、そこを取っちゃダメだって。取っちゃダメだって。よし。
けど叩くとタラの芽が一つ取れました。これね、タラの芽ちゃん来るよ。どこ行っちゃった子供たちは。栗ね、それは何かな。もう一箇所違う場所行ってみよう。レッツゴー。お、え、見つけた、タラの芽ゲット。すごい、よく見つけたね、こんな足元に。あ、これもじゃん、すごい、さすが英才教育のおかげで。おい、ゲットゲット。これもそうだって、ポキポキゲット。ほんとだ、1個取られてる。ここもあったよ、これ見て。イエーイ、ゲット。よし、鈴担当もいいぞ、鈴担当いい音出してる。うん、よし、じゃあパパたちあっち取ってくるか。この一番上そうっすか、はい、よっしゃ、これならいけそうだ。パパ、降りるの大変だ。よいしょ、ゲット。え、さすが目利きのプロが。え、どこどこ。あー、あった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 。これは一直線で行くしかないな。さあ、プロが行きました。さすがだな、早い、素晴らしい。パパ、ちょっと誰か助けてたね。物騒な世の中だな。本当だ、あれかな、クマいたんかな、もしかしてクマ退治するのかな。こっちの、あ、開けた道から。やった、見つけた。こんな上にゲットしました。あ、これトゲすげえな、これ。やった、ゲット。これもそうだ。よいしょ、ゲット。この辺からで、ね、切る。やった。よっしゃ。ゲットしました。最高なサイズですね。よいしょ。え、どれですか？似てるやつ。ああ、嬉しい。確かに似てるけど、ちょっと赤っぽいですね。葉っぱのところが赤うし。似てるね、確かに。同じようなところにあって。木もこうまっすぐなんですもんね。結構まっすぐで先端に生えてるから要注意。他にあるかな。そう、ターザンみたいじゃん、ターザンみたいに。ブランコみたいになって、ブランコ切れそうだね。やめろ。切れる？切れる。おお、すごい。すごい。これすごいね、ブランコで跳ねる、ブランコ。これ大体動画的にはね、そこで切れて終わるんだけどね。すごい、切れなかった。期待を裏切ったね。あ、佐藤くんもチャレンジ。せー、2、1。お、すごいすごい。こ、体重軽いから全然沈まない。うん、本当にブランコみたいに漕いでるし。いいね。じゃあ、ハニヤも。ハニヤもやった。はい。おー、2、1。ふー。おい。はい。お、できてる？こいでる？お、いいね。じゃあ、パパ挑戦。じゃあパパ挑戦します。パパ、ブランコ切れたらさ、やばいんだけど。パパ、切れませんように。切れませんように。お願いします。パパ、チャレンジ、レッツトライ。今日切れない。せーの。痛い。うん、今日取れたやつオープン。じゃあ、これを取れます。これを取りました。これ三段地。
ちょっとこう並べようか。はい、今回収穫したものこちらです。変なね、三段重もね見つけました。この辺クマいるのかもしれない。ということで、こちらがタラの芽、ちょっとトゲトゲあるやつね。タラの芽が15個ぐらい、あとこっちが、コシ油取れました。ということで、うわー、おっきい、こんなおっきいのも取れた。まあ、取ったのはプロの方ですけどね、これ取ったのはプロの方が。今回初めて山菜採りやってきました。なかなかね、初心者だと全然見分けがつかないんで、やっぱプロと行かないと、間違って違うの取ったりもするんで、よく気をつけて調べていきましょう。ということで、今回の動画が良かった人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。